男か女、どっちが正しいのか、どっちが最強なのか、決めていこうじゃねえか、よろしく！よろしく！ LINE の最後の文章のところに安易に深い見出しでハートマークつけんじゃねえよ！好きになっちまうだろうが！そうだよ！そうだよ！5年前の5月頃からハートを使い出してな、こいつ俺のこと好きなんじゃねえかと思ったらすぐ告白しちまった。小さい頃によ、好きな人によ、ちょっかいかけるやつあるじゃん。あれ、むずいからやめてくんねえ。何が何でも関わりたいんだよ、お前。おい！デート前に！まだだ。って何？こっちとらお前らのために頑張って可愛いから太んじゃ女心わかるやつさ。今日でも言ってきますわ。前の場合は待たしすぎなんだよ。座る？もうちょっと。何回聞けばそれ言うねん。じゃあ渡せたくないねん。おい！インスタグラムとかで新しいネームにしました。マジ興味だ。彼女って言えるか。もう一回言ってみて。これは言えない。女の子の日にイラ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 して、なんでそんなに怒ってるんって言ったら、察してよ。無理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 。彼女の生理事情なんで分かってやんねえの。だんだん分かってくんの。ああ生理かなみたいな、分かってくんだろ。ちゃんとした彼氏はうまうま入れてんだ。全然なんかよお前。そんだけほどの生理の話に戻りましょうか。ああ1ヶ月に1回1週間の時間、こっちは痛みと戦ってんだろ。お前らとの子供を産むためだよ。それはお前ら分かってんのか。感動するよなお前ら。今から頑張ろうぜお前ら。頑張ろうぜ。でも俺たちは素敵な人生を過ごすために一生懸命働いてるんだよ。お互い様だろうが。お互い様で最高じゃねえか。これからもよろしく。これからもよろしく。男性がアプローチをかけて告白をしますよね、基本的には。そうですね。まるまるくんは友達としか見れないんだ。オブラートに包んで返してるかもしれねえけど、一番傷つくんだよな。うわー、生涯その人と付き合う恋愛ってのがねえから友達って言ってんだよ。ストレートに言ってくれた方がこっちも嬉しい。だそうだ女子、よろしく。 OK、 ありがとう。はい、ね、ご飯何がいい？何でもいいよ。デートどこ行く？何でもいいよ。今日の予定は？うん、何でもいいよ。何でもかんでも彼女任せにして何でもいいよって言ってんじゃん、そこだよな。安心をしてるんだ。女子は決めてほしい。まあ確かにね、男らしくしてほしいってことだ。そうだよ、そうだよ。決めるぜ、これから頑張る。あ、ですよね、それ僕私も思ってました。そう思ってるんだったら最初から言えよ。本当に思ってんのか。まあそれに関しては確かに女子はす共感して気になってほしいからなんだよ。可愛いじゃねえか。男子の意見に合わせて同じことを考えてるって言って男子にちょっとでも振り向いてほしいから言ってんだよ。お前ら酔っ払った時にわざわざ親の前で好きなプレーとか言ってんじゃねえよ。電話がかかってきていつも以上に声のトーンが高いと思ったら、お前バック好きよな。で親の前に言ってんじゃねえよ。バックが好きとして次お前の家に行かなきゃいけない。ご飯を食べた後になんで洗面台に持っていかん。でトイレ流さへんしさ、全部バレてんじゃん。黄色く固まってんだよ、取れねえんだよ掃除して。いい声するそれはすまんね。